はい、今日も雨です。ご覧の天気ですね。まあバイクに乗ることは、できないです。この間外しましたね。空ケースを、どうしようか考えたんですけど、ヤフオクに出したところで、まあ売れるかどうかわからないですしね。なきーちゃん、なきーちゃん、売れる？売れますか？売れない。売れないな。ってことで、このケース、誰かもらってくれないですかね。もうトリッカーにつけてたやつなんで、もうかなり、傷でボロボロなんで、まあちょっと、オークションとかにもね、出せるような代物じゃないんですけどね。まあ、一応取り付けの、ステーも金具も一応あります。誰か、こんなゴミをもらってくれる方、いらっしゃいましたら、言ってください。差し上げます。僕のトリッカーについてて、ボロボロです。転倒しまくってますので、傷とかもかなり、あります。なきーちゃん、きーちゃん、傷あるな、傷あるな、傷あるな、うん、傷ある、傷あるね。いた、あ、いた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 、かまんといて、かまんといて、かまんといて、えい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 、はい、おーい、おーい、きーちゃん、きーちゃん、誰かもらってくれますかね。この箱もらってほしいなって言ってくれる？誰かこの箱もらってくださいって言うて、喋れんな、キーちゃんは喋れんな、なあ、喋れやんな。今日もどこも行けないですね。つまんないな。でそういえばね、まあ、これ違うんですけど、新しいヘルメットをですね、注文したんですよ。まあまた HJC なんですけど、僕ね個人的にね、あんまり、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、韓国の製品ってそんなに好きじゃないんですよね。なんですけど悔しいんですけどね、この、HJC のヘルメットだけはですね、僕の頭の形に合うんですよね。悔しいんですけど。キーちゃん降りて、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 はい、キーちゃんとヘルメットです。頭の形に合うんですよねこれ。でまあね、企画とかもね、これドットとか、まあいろいろスネルとかあるんですけど、まあ林道とかで走るのがメインなんでね、まあドットを通ってれば、まあ個人的にはいいかなと思いますね。まあ本当は日本は SG、でしたっけ、通ってないとダメだったと思うんですけど、あ、キーちゃん、僕のキーちゃんヘルメットにうんこしたやんか。キーちゃんヘルメットにうんこした。やめて。まあ乗せたパパが悪いな。な。何話してたか忘れちゃいました。で今回ねちょっと Z 専用、まあ、Z 専の方でも今使ってるのが同じく HJC の、 システムヘルメットなんですけど、これ、まあ、やっぱりドットを通ってるんですけど、やっぱりこう前の部分チンガードが上がって開閉する分ですね、非常にちょっとやばい感じがして、まあ、Z 線でこう高速とか走った時にですね、やっぱちょっと怖いなと思うことがあって、まあ、今回一応スネルの、企画を通ってる HJC のものを、買ったんですけども、まあでもぶっちゃけね、もう思うんですけど、ヘルメットってこうすごく、安全性をすごく厳しく言われる方いらっしゃるんですけど、
死ぬような勢いで転倒した時に、まあ、レースみたいな時ですね、そういう時にですね、命を守れるかって言ったら多分スネルの方が守れると思うんですけど、ただ命は守れても膨大が意地でも刺さらない割れないっていう膨大だと脳に衝撃が来るんで、まあ、死なない代わりに、まあ、植物人間になるとかそういうリスクはやっぱあると思うんですよね。で、まあ、僕ら普段レースをするわけではないので、まあ、実用速度で転倒した時にですね、まあ、少しでもダメージを減らせればいいかなと思うので、まあ、特に、まあ、オフロードの場合は僕の場合は林道での使用がメインなのでそんなに、ね、スネルとか、通ってなくてもいいのでこの、CL スラッシュっていうこれヘルメットなんですけど1万円ぐらいですこれ、まあ、それで、まあ、乗ってますけどね、まあ、十分じゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり日本のヘルメットって洗いにしても省エネにしてももうすごく高いじゃないですか。でこうデザイン性というか色合い的にですねすごく寂しいというか、でさらに僕頭は大きいのでなかなかこう、カラフルなというか好みに合うようなヘルメットはないんですよね、まあ、それでこう結構外国のヘルメットに手を出すっていう形になるんですけど、よくねすごい怒られることがあるんですけどね、そういうこと言うと、こうヘルメットってジャストフィットがいいって言うじゃないですか、ちょっときつめがいいとか、あれね嘘だと思うんですよね。で確かにねここ万が一の時にはジャストフィットの方が安全だとは思うんですけど、ヘルメットってバイク乗る場合に毎日被るものじゃないですか。なんでやっぱり第一は快適性だと思うんですよね。で第二に万が一に備えてっていう時になると思うんですけど、快適性ってことを考えた時にはやっぱり若干緩めのヘルメットが僕は快適なんですよね、僕個人的にですけど。で、まあ、それでちょっと緩いなっていうところにですねインナーを追加して、自分の場合は使ってるんですけども、まあ、やっぱり一時ですね頭にちょうどいいジャストフィットのヘルメットを被らなきゃいかんということでそういうヘルメットを選んだことがあるんですけど、やっぱりですね1時間も乗ってるとこめかみが痛くなってきて頭痛がしてですねもう楽しいツーリングどころじゃないんですよね。やっぱりあれだともうバイク乗るのが嫌になってしまうので、僕は個人的には1位に、快適性ですね、まあ、2位に安全性、まあ、この1と2はどちらも、まあ、本当は1なんですけど、もうまず快適じゃないと辛いとバイクに乗りたくない、その乗りたくなくなるヘルメットっていうのはもう意味がわからないんですよね。いいじゃん、怖い動かないけど怖いヘルメット、パパの手がええ、パパの手がええ、手がええ、手がええの、はい、じゃあこっちおいでね、キーちゃんもヘルメットかぶる、ヘルメットかぶる、うん、キーちゃんかぶれるようなヘルメットないな、ちっちゃいヘルメットないな、なあキーちゃん、キーちゃん今日も雨だよ、パパバイク乗れないよ、今度キーちゃん連れてどっか行こうかツーリング、キーちゃん行く、うん、キーちゃんカゴに入って行くツーリング、どっか川とか山とか行ってみる、どう行く、まあ
ね、ということで、また新しいヘルメットが、来たらですね、ちょっとレビューを、したいと思います。まあ、あとこの箱を、本当に、もらってくれる方いないかな。いないな。どうしようかな。もう捨てようかな。キーちゃんこの中入っていく？嫌やな。暑いな。暑いで嫌やな。な。もしそういう奇特な方がいらっしゃいましたら、価格は、0円でございます。ただ送料は申し訳ない、着払いで、送らさせていただきますので、もし欲しいなんて方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ教えてください。ただ本当にボロいし、本当に、傷だらけです。それだけ、ご了解ください。今日はどうしようかな。これどうしようもないな。キーちゃんどうしよう。どうしようかね。はい。今日のベランダでの、愚痴は、終わりたいと思います。早く梅雨明けねえかな。お願いします。またバイク乗らせてください。お願いします。はい、じゃあキーちゃん、さよなら言おうか、さよなら。はい。カメラにさよなら言って。バイバーイって。バイバーイって。